ショートトロールと、いろいろやっていきますか。で、まずはじめにマイファーストトロールスピードランということで、70秒のスピードランを騙しつきでクリアしろということですね。いや、このツテルルさんの騙しコースは僕めちゃくちゃ好きでね、早速やっていきたいと思います。クリア率は 0.79%。 久しぶりだね、スピードランのトロールコースって。きっとすごい罠仕掛けてくるよ。とりあえず右で走んでいこうか。もう引っかかってんじゃねえか。早くないですか、引っかかるの。どうしよう、避けろっていう感じかこれ。全員避けますよ。ちょっと振りすぎじゃないですかこれ。避けれんよ絶対。熱すぎでしょこんなの。じゃあ左の方から行けっていうことかな。ダメじゃねえか。どうやって行けばいいんだろう。あ、左に土管があるね。多分あっちの方から行けっていう感じだろうね。それじゃあ左の方の土管に入っていこうか。こっちが正解でしょ。ピンポン鳴ってるね。こっちが正解っていうことでしょ。じゃあここはオンオンをして、左、よし、このまま左行こう。なんで。じゃあ次はどうに入れっていう感じか。これ普通のスピードランの難易度でもなかなか難しいとかそんなんないよね。じゃあこのドア入っていきます。次はどこだろう。右走っていくね。なんで右じゃないの。いかじゃあこのドア入ったら左にダッシュだね。左にダッシュして次はどこだろう。バーネン、バーネン、バーネン慎重。よっしゃ。くっそ。じゃあここ足場がなかったところをジャンプするね。ほっ、そしてスタートってダッシュ、これでいいでしょ。ここスタートったらどうすればいいんだろう。ジャンプかな。なるほど、あそこでジャンプすればいい感じで、そしてここでカロンのコーラ入って上。よっしゃ、このまま上でダッシュしていく。多分これで合ってるよねきっと。そしてここはどういう感じだろう。あれ足場じゃないの。あれ何よあの四角のやつ。それじゃあここはジャンプして避けるよ。ジャンプ、そしてここは大丈夫、こんな感じで大丈夫かな。そしてすぐ上。上に入れなかった今。スピードランの騙しコースね、引っかかった時のね悔しさが尋常じゃない。普通のトロールコースと違ってやっぱ疾走感があるからかな。ドア入ります。多分これで合ってるよねきっと。そして次は右、そして下でしょ。なんもね。どこに行けばよかったんだろう。ドアの上にハテナブロックがあるのか。じゃあこのドア入ったらすぐ左のこのハテナ叩いてキノコ取ります。そして上に行けるっていう感じでしょ。さあ走っていきましょう。ここも上でしょ。なんで。なんなんだあの氷は。じゃあここキノコ手に入れたらさ、氷ブロックが落ちてくるの待っておく。そして右に走っていってっていう感じだね。これでいいんでしょうか。世界に一つだけの花。多分さっきのブラバのところ音符ブロックが隠されてるんだろうね。なんで音符ブロックをジャンプして避けろみたいな感じかな。だってここでジャンプ、それでいいでしょ。よっしゃ、オッケー、これで右。悔しい、もう嫌だ。通報しようこれ。さあ来ました、ここだね。ここで一旦下に降りて左に避けとく。そして右にダッシュしてジャンプ、頼む。ちょっとしかジャンプしねえじゃねえか。じゃあこのチョロプーのとこ一回踏んでもう一回バネを踏まなきゃいけないっていうことだね。そして右にダッシュ、どっち、またお前か。それじゃあ次はきっちりあのパック裏は避けます。ここでパック裏避けてドアに入る。うわ、ドカンからどっちなんだろう。え、なんで勝てるこれ。強引ドカン、ステレレー、いい加減にしろ。でももうそろそろゴールありそうじゃない。ここで、ここでパックフラワーを避けてドカンやる。多分これで合ってる。で、このままジャンプして左、うわ、右下、怪しい、右下行って、こっちが正解でしょ。なんで。悔しい、あの顔見てよもう。バカにされてんじゃねえか。いや、僕ね、たまに引っかかり方がわざとらしいとかね、コメントくるんだけど、マジだからね。これガチでやってるよっていうか、もうそう言ってる人マジでやってほしいレベル。激ムズのトロールコースっていうものを、もうこんなんが普通だから。それじゃあここはちゃんとあのドアに入っていこうか。これ右下怪しすぎでしょ。うまいな、引っかけるの。そろそろゴール、これは降りてっていいのかな。どうなんだろう、どっち、何よこれ。JK って何、女子高生じゃないぞ。ここどういうことだったんだろう。ちくわブロックに乗るなっていうことかな。っていうかさっきの JK ってなんだろうね。それじゃあ次はちくわブロックすぐ降りていくね。そしてここでオンオフ、頼む、変わらないで。よし、オッケー。うっせ。ここはブラッパが出てきたよね。それを避けて
ていく。合ってる、これで。そしてここは何もしないで大丈夫でしょう。来ましたね、左。くっそ、クリームの大量生産性。絶対無理じゃねえか、あんなの。それじゃあここは右にダッシュしていってよかったんだろうね。そしてどうしよう。なるほど、ここで鍵がもらえるのか。そろそろゴール合ってくれ。どうなんだ。ここは右にダッシュしていくね。よし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 、よしじゃねえ。くっそ、下でいいの。いける、これ。結局ダメじゃねえか。ここの鍵の入ってったら P を押さないで下に降りている。そしたら砲台が来ない。よしよし、なんでよ。それじゃあここはオンオフが一回変わるんでしょ。そんで右、よし。頼む、いる、なんでだ。とか反対じゃねえか。次はこれ右からちゃんと行くよ。でとかに入ってもうゴールであって、頼む、ゴールじゃねえか。うわ、左怪しくない。機械がね、頼む、ゴールであって、なんで。これゴールや、サワッチョやんか、ゴールに。そんなのないでしょ。なんなんだお前は。さっきのゴールに騙されなければいいだけでしょ。なんでここは左の方にジャンプしてってみよう。こっちが正解、頼む。どうなんだ、合ってる。これゴールでしょ。ありがとうございます。いや本当に面白いコース作るね。これからもぜひさせていただきたいと思います。はい、それじゃあ次のコースはこのコース。久しぶりに来ました、鬼畜な1の1。クリア率はなんと 0.19%。 ただ思うところがあって、あの砲台って雲に乗ってるじゃん。雲に乗ってる砲台ってジャンプするたびに押し寄せてくるよね。それだけなのにね、そんなに難しいんかなと思って。もしかしたらタイムが20秒以内とかそんな感じなんかもしれないね。それじゃあ早速やっていきましょう。どんな感じなんだろう。うわー、出たよ。10コインを1枚取ってからゴールか。っていうことはその10コインを取るのがめちゃくちゃ難しいんじゃないかな。ちょっとまず10コイン探してみようか。うわ、ちょっと待って、10コインがどこにあるの。早くないですかこの砲台。最初のこのキノコ取れるのかな。ちょっと取ってみていい。うわ、取れるね。じゃあ4つ目の土管は。うわ、入れね、早すぎ。ちょっと待って、このクリボがマジで天敵。いや、初めのキノコ取りたいね。このキノコ取らして。ダメだ。じゃあこのクリボ走っておくよ。走ります、走ります。うわ、無理じゃねえか。いや、マジで最初のキノコ取りたい。取ります。やっぱ無理だね。で、ここは上から行かなきゃいけない。下に行ってんじゃないよ。じゃあここのキノコ絶対取ろう。うわ、無理だね。じゃあさっきのクリボーは上から行っておけよっか。こう、よし、来た。こっからゆっくり行けば行けるはずだよ。頼む、10コインどこにある。いや、ほっ。難しい。しかも今気づいた、これさ、タイムが20秒しかないんだよね。っていうことはもうこれ早く行かなくちゃいけない。ドロドロ行ったらタイム切れになってやられるね。そしてここは上から、よし、早く行こう。早すぎるんだってこれは。いや大丈夫、ここで右にジャンプ、そしてここもジャンプ。よし、あと5秒でしょ。10コインどこ。10コインは、10コインは、10コイン。あー、やった。いや、これマジで苦労するよ。結構早めにクリアできましたけど、運が良かっただけかもしんない。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、スタークリスタルブリッジ。クリア率は 0.55% っていう結構難しめなんですよ。で、サムネを見たらさ、氷ブロックがたくさんあるじゃん。あの氷ブロックがどんどん溶けるから、早く右に行けっていう感じなんじゃないかなって思うんですよね。タグにね、タイムアタックって書いてるからね、そんなんじゃないかなと思って。それじゃあ早速やっていきますか。あ、でもタイムは300秒あるね。っていうことは無理にダッシュしていかなくていいっていうことかな。うわ、そういう感じ。火がどんどん出てくるから、ここ右に走っていけっていう感じだ。なるほど、面白いじゃねえか。じゃあまずここで3本倒します。そして落ちます。いや違うんだって。いや、ただのボンミスだって。ここで3本倒すでしょ。そして上に行きたかったんだよね。で、ここでバブルを抜いて、ここもジャンプして抜くと、うわ、ここ右渡れないよね。なるほど、こういう風に行けっていう感じか。よしよしよし、ここはどうすればいいの。ビヨーンでしょ、ビヨーンして、ビヨーン、バニアードか、バニアードか。ナイ
好き、あっち。いや今んとこ難しくない？このバネが溶けてからビヨーンでしょ。でこのまんまトノ君から、いやさっきより早いね、このまんま進めるっていう感じだね。さあ進んでいきます。ここもビヨーンしてどうすればいい？なんで3本いなくなってんの？いやここどうするかなんだよな。一旦見ていい？あ、わかったわかった。あのハテナブロックを叩いてバネに当たってここに戻ってこいみたいな感じかな。なんでここで一旦右に行ってバネに当たってもう一回バネに乗る。これでいけるのか？頼む届いて。よしよしよし。でここで土管に入る。やった。それじゃあ次こそちゃんとこの土管に入るよ、任して。ほっ、よっしゃ、ここ中間ポイントくれるのかな。よしよし、中間ポイントくれるね。それじゃあ2回目いきますか。第2ラウンド返したね。ここで右行って、うわどんなんが来るかわかんねえな。ドッスンが来てここでジャンプ。あのパウをどんどん乗りついていかなんか。このパウブロック乗るの難しくない？ちょっと集中していいから。ほっ。めっちゃ簡単や。結構簡単やったね。でここでスネークブロック乗ってオン、そして右。なんでこっち来ないの？バブルどこ行ってんの？じゃあオンオフを2回しろっていうことだね。わかりました。ここでオンオフ、そしてここでオンオフ、そしてここでジャンプ、でこのチョロップを踏んでいけみたいな、そんな感じじゃないから。頼む、間に合ってる。あっつーい。いやここ結構難しいよ。まずこのオンオフ2回するところがなかなか難しいんだよな。でここでつららに乗ってチョロップ、チョロップの間に合ってる。やったさあこっからブランコに乗ってチョロップか。ほっ、チョロップ、頼む届いて。さあこっからだね。ここでちゃんとチョロップを踏んで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 、よっしゃ来た。こっからどうするんだろう。まず叩くでしょ。叩いてこれどうするんだろう。かぶる、かぶって意味ねえじゃねえか。踏んで左に行けっていうことかな。このハテナブロックを叩いてこのメット踏もうか。きっちり踏んで左に行けばどうなる。なるほど、こっから左に進めっていう感じだね。うわどういう感じ。 P が切れる前に早く行けっていう感じかな。いつ切れるんだろうこの P に。うわめっちゃ早く行かないけんやんこれ。じゃあこの P を押したら開始だね。ちょっと待ってね。よし、もうノンストップで行こう。こっからノンストップで行こう。さあ誰も邪魔しないで。おっ、これはいけたんじゃないの。頼む、よっしゃ来た。頼む中間ポイントちょうだい。なんもないやん。右こことかあるで、ね、ゴールか、ゴールか、やったゴールじゃねえか。何も来ないでね。やったぜ。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ今日最後のコースやっていきたいと思います。ドントプレイというこのコース、新着コースから今ダウンロードしてきたんですよね。ただ目の前にゴールがあるだけ、しかも誰もクリアしてないし誰もチャレンジもしてない。もしかしたらジャンプしてすぐゴールっていう可能性もあるんですよ。ただそうじゃないことを祈ってこのコース早速やっていきましょう。ゴール条件は何もないで、何もないってことはこのままゴールすればいいだけじゃないの？もしかしてそういうのやめてね。取れなきゃなんかちょうだい。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。